はい、こんにちはです。ではですね、今回はですね、アニメの耳をすませばの誕生秘話とあれこれについて話したいと思います。アニメの耳をすませばです。なんでこれが置いてあるかというと、あの絵的にちょっと物足りないんで置いてみました。はい、あのアニメの耳をすませばの誕生秘話とあれこれについて話したいと思います。しつこいってごめんなさい。はい、すいません。はい、ではですね、早速ね、話していきたいと思います。耳をすませばのアニメなんですけども、原作がありまして、そもそもで月刊誌のリボンで連載していた少女漫画なんですよ。で、実は4話で打ち切りになっています。そんな打ち切り漫画がなぜジブリ映画として上映されることになったのかについて話したいと思います。結論から言いますと、1989年の夏、宮崎駿監督が毎年夏に過ごす義理のお父さんの信州にあるアトリエで、メイたちが持ってきたリボンを偶然読み、耳をすませばを気に入ったことがきっかけで映画化しました。もちろん、あの詳しく言うとまた見方が変わってきますけど、まあ、簡単に言うとそんな感じです。はい、では詳しく話していきたいと思います。ではまず一つ、じゃん。原作の漫画の耳をすませばが誕生した話をします。はい、そもそも原作の漫画の耳をすませばを書いたきっかけとかって何ぞやっていうことについて話してますね。耳をすませばの作者の柊木葵先生は、耳をすませばを連載する前に星の瞳のシルエットという少女漫画を書いており、その漫画も人気があったんですよ。でも、連載当時、柊木葵先生は星の瞳のシルエットを書くことに実はもう疲れていたそうなんですよね。で、連載を続けるか悩んでいた時に、新たな可能性に挑戦してみようということで耳をすませばが誕生したそうです。ですが、人気が出ることもなく、長期連載を考えていた作品を短編漫画として無理やり完結させなければいけなくなったそうです。はい、たった4話で終わってしまって、もうすごく辛い思いをしたそうです。想像すると僕も辛くなりますね。はい、めちゃくちゃ辛い。もうその気持ちマジわかる。もうね、あの頑張ってたことが無に返るとか、もう認められなかった時ってすっげえ辛いもんね。うん、まあ、実際1989年の8月号から11月号で終わったそうです。でもその後ですね、そのたった4話で宮崎駿監督の心に射抜くことができたのは、もう運もあったと思うんですけども、実力もあったという証明にもなりますよね。少女たちの心を打つことができなかったとしてもですね、大人たちの、ね、心を打つことができたということは、まあ子供にはまだ早い段ね、大人漫画だったということかもしれません。ってことはやっぱりですね、作品の良し悪しって人気があるかないかではないっていうことですよね。やっぱね、実はやっぱ不人気だった原因もあると思うんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、結局ジャンルとかの話なんだけども、その作品がどんだけ良くても、あの載ってる雑誌によって変わってくるよねっていう話。誰に向けてその作品の良さを届けたいかによると思うんですよ。で、早な話、その少女漫画は恋愛漫画でキュンキュンするのが人気だったわけですよ。そんな少女たちにですね、あのちょっと大人っぽい、漫画を送ったのが合わなかったのかもしれないです。はい、でも先生はですね、あの先生の言葉です、今から。好きだ嫌いだに終始するのではなくて、生きていくには恋愛以外にも大事なことがたくさんあるわけだから、異性との関係も人間的な深いつながりとして描けたらいいなと思って描いた作品だったため、少女たちに人気が出なかった原因の一つだったのかもしれません。はい、で、二つ目いきますね。で、まあ以上が一つ目です。はい、あの原作者についての話です。で、映画化になったきっかけ、いよいよ来ますね。映画化になったきっかけ、今までは漫画を描いたきっかけについてなんですけども、今度は映画化になったきっかけについて話していきたいと思います。冒頭で述べたように、宮崎駿監督がアトリエでリボンを読んだことがきっかけだと説明しましたけども、いろいろなね、面白い作品がある中で他にもある候補があったと思う、あったと思うんですけども、なんで耳をすませばを選んだのかについて詳しく話していきたいと思います。しかもこの話も面白いです。で、まあ冒頭でそのあえてキャッチフレーズとして言うんであれば、耳をすませばの原作を読んだ宮崎駿さんはストーリーが違うと怒り出したっていうキャッチフレーズです。
まあ、どういう意味かっていうのをちょっとこれから話していきたいと思います。夏になるとですね、毎年アトリエで過ごしていたらしくですね、その時は仲間も呼んで大勢で過ごしていたそうです。そこには若かりし押井守監督や庵野秀明監督、鈴木敏夫さんや子供だった宮崎吾朗監督もいたそうなんですよ。すごいメンバーですよね。他にもいたと思うんですけども。で、そのアトリエは自然に囲まれていて、電話も新聞もないので、夜になると、まあ、昼はなんか自然で楽しめるけども、夜になるとね、何もすることがなくなるの当然ですよね。で、退屈になったんで、宮崎駿監督は、暇つぶしになるものを部屋で探っていたら、リボンを見つけたんですよ。で、まあ、さっき言ったその姪子が、のリボンなんですけども、そのアトリエはですね、宮崎駿監督の親戚が入れ替わり立ち替わり集まる場所だったので、姪っ子の置いていった雑誌が残っていたそうなんですよね。うん。で、ちなみに余談ですが、宮崎監督の一族は金持ちだったそうですよ。だったのは金持ちだそうです。うん。ネットで調べるとすぐに出てくるので、興味があれば見てみるのもいいかもしれません。でも、金持ちといってもですね、監督は1941年、昭和16年生まれなので、戦争もね、経験してるわけですよ。まあもちろんその兵隊としてではないですけどもね。うん。で、実家は宮崎航空工学という会社を経営する一族で、実家の会社は軍需産業で中島飛行機、現在の富士重工とも関係が深かったそうです。つまり、ホタルの墓や風立ちぬの映画を制作するきっかけに関係していると言っても過言ではないかもしれませんねっていうことですね。うん。で、話を戻しますけども、耳を澄ませばは4話完結なんですけども、監督が読んだのは2話と3話だけで、監督はこの物語の話、前の話はどうなっていいんだ、要するに1話ね、1話どうなっていたんだろうとか、4話、その3話以降の話はどうなんだろうってあれこれね、言い始めてね、鈴木さんとね、2人で想像して楽しんでいたそうです。はい。で、そこではね、よし、この漫画を映画化しようとか、そういう話は出てこなかったんですけども、はい。ただ、次の夏にもね、同じリボンをね、監督が読みまして、うん。で、鈴木さん、これなんで、面白いでしょう。と、鈴木さんに勧めたそうです。そこで、どんな家に住んでいるんだろうとか、想像して楽しんでいたそうです。団地じゃないですか。二段ベッドを6畳くらいの部屋の真ん中に置くと、ベッドを挟んで部屋が2つできるんですよ。と、自らの経験を鈴木さんが語ったりと、そうやって大まかなストーリーが全部出来上がったそうです。しかし、映画化を考えてね、単行本を読んだ途端ですね、宮崎監督は、ストーリーが違うと怒り出したそうです。さっきの冒頭のキャッチフレーズに戻るわけですね、ここね。うん。鈴木さんは当たり前です。あれは宮さんが勝手に考えたんだから、原作と違うのは当然でしょう。と突っ込んだそうです。そしてその後、原作者の柊木葵先生に世界観を広げることを了承してもらって制作が進むことになったそうです。まあ、正直、監督がね、怒り出す監督ってすごいですよね。うん、どんなテンションで怒ったのかすっごい気になる。もうブチギレて、もう、えらいことを怒鳴り散らして殴り蹴るの怒りだったら、ちょっとやばい人ですよね。はい。っていう感じで、終わります。その、映画化したきっかけについての、話はここで終わります。で、3番目。じゃらん。なぜ宮崎監督は青春ラブストーリーを書こうと思ったのかについて話していきたいと思います。まあ、耳を澄ませばじゃなくてもさ、テーマとして、青春ラブストーリーじゃなくてもええやんって話なんだけどね。うん。平成ポンポコとかやったわけだから。うん。で、まあ、いろいろいくつかあって、語り出すと、ちょっと、長くなっちゃうんで、まあ、一つだけちょっと言います。はい。映画公開時のパンフレットに掲載されていた、宮崎監督の、なぜ少女漫画か、この映画の狙い、の問いがあるんですけども、そこで答えていたのは、はい、監督の言葉です、ここから。この作品は自分の青春に痛恨の悔いを残すおじさんたちの若い人々の一種の挑発である。と答えているそうです。なんかすっごい言葉ですよね。で、またですね、また他にね、この作品は一つの理想化した出会いにありったけのリアリティを与えながら生きることの素晴らしさを抜き抜けと、歌い、あげようという挑戦であるとも言ってます。なんか言葉選びがもうすごいよね。うん、唱えあげようという挑戦であるって言ってます。すごい、そんな言葉なかなか使わないんですけどね。
で、つまりですね、夢を与える映画を描くために作ったということなんですけども、ちなみに僕当時高校生だったんですけども、僕のハートにもぶっ刺さったので、もうブスって刺さったんで、まあ要するに僕のハートもね、青春に悔いを残すおっさんと同じだった、その時点でね、高校生でありながらっていうことをね、痛感させられます。はい、まあちょっとね、恋愛とかもいろいろあって、ね、辛かったもんね。うん。で、ちなみに、耳を澄ませばの監督は宮崎駿監督じゃないって知ってましたか？宮崎駿監督じゃないですよ、耳を澄ませばの監督は。僕もずっと宮崎監督だと思ってたんですけど、で、監督は近藤義文監督なんですよね。誰それってなんか最初思ったんですけど、この人めちゃくちゃすごい人なんですよね。で、どんだけすごいかっていうことをね、ちょっと今から語っていきたいと思います。はい。で、そのさっきのなんで映画化した、あの、映画を作るにあたって近藤監督を選んだかについて、ちょっとここからね、語っていきたいと思います。はい。近藤義文ここにありという仕事をさせたかったという理由だったらしいです。まあ、要するにね、めちゃくちゃすごいんですよ。すごいから監督にしたかったってことなんですよね。うん。宮崎監督は近藤さんにかなり惚れ込んでいたそうです。この近藤監督のことを少しお話ししますが、1950年、新潟県生まれ、後に巨人の星、ルパン三世、ド根性ガエルなどを参加しています。この近藤監督は。はい。で、そして1970年代以降になると、宮崎監督や高畑監督の作品を、作画面で支えることになります。その実力は両名から高く評価されており、高畑監督が蛍の墓、宮崎監督が隣のトトロ、それぞれ同時に制作した時期に両者の間で近藤さんの争奪戦が起こるほどだったそうです。高畑監督は他には何もいらないからコンちゃんだけ欲しい、宮崎監督はコンちゃんが入ってくれないなら僕も降板するという逸話が残っているそうです。結局その戦争の争奪戦のね、結果どうなったかっていうとですね、仲裁に入った鈴木敏夫さんの助言により近藤さんは蛍の墓の制作に携わったそうです。ただこの方、近藤さんはそれだけの実力がありながらですね、監督として携わった監督作品はですね、この耳を澄ませばの作品だけ、要するに生涯唯一のね、作品なんですよ。なんか生涯唯一の作品ってどういうこと？なんか死んだかのように語ってるよねって言いますけども、実はですね、1997年、作画監督を務めたもののけ姫を最後の作品となっています。理由はですね、その年の暮れにね、解離性大動脈瘤で倒れ入院して、98年1月21日午前4時25分死去、享年47歳だったそうです。ものすごい実力者だったんだけどもね。でも、あの、ここではもうパラッとしか言いませんけども、アニメーターの仕事地獄ぐらいの忙しさでプレッシャーで、しかもなんか、この近藤さんはね、鈴木さんになんか高畑監督にぶっ殺されるとかいう愚痴をこぼしてたそうなんで、まあ早死にするのも当然なのかもしれませんね。はい。で、まあともかくですね、そんな近藤さんの才能を生かした映画を作りたかったから、耳を澄ませばの監督をお願いしたそうです。はい。で、最後にですね、はい、最後に行きます。あれこれの最後です。はい。耳を澄ませばの原作者が映画作品についてどう思っていたのかについて話していきたいと思います。はい。実際映画ができてくると当然原作とアニメとは違いが出てきます。大きな違いいきますよ。原作はですね、月島姉妹と天沢兄弟、聖司君の兄弟の4人がメインキャラクターで、爽やかな恋と青春を描いたドラマだということだらしいですね。つまり聖司君のお兄さんは実は原作ではいたんです。あの、映画では出てきてないですけども。はい。もうここがまず大きい。で、細かい違いをバババって言います。はい。ちょっとバババッとね、細かいちっちゃいことにちょっと言ってきます。まあサクッと聞き流してくれて大丈夫です。まずですね、絵描きを志していた聖司君がバイオリン食品を目指していたっていうことだね、まず一つ。まあこれはあの、あれですよね、バイオリン食品にしたのは、要するに漫画だと音を表現できないけども、映画だと音も表現できるから、バイオリン食品になって、あの名シーンね、みんなでおじいちゃんとか一緒になって演奏したシーンあるじゃないですか。ああいう
耳の面でもね、五感の面でも感動を与えたいがゆえに、まあ、あえてバイオリン職人にしたっていう理由もあるんですけども、はい、そういった面でまずそこが違いと、あとスリムな黒猫だったムーンがデブ猫になっていた、うん、漫画だとスリムな黒猫なんですけども、映画になるとデブ猫だったんですね。であとですね、細かいところいきますけども、図書館の本棚にね、トトロと書いた、タイトルの本があったり、時計の文字盤には、ポルコロッソっていうね、紅の豚の主人公の名前が書かれていたりね、時計盤の文字盤ね、はい、あとセイジ君がね、図書館で頑張っている雫の前でそっと座っているシーンがあるんですよ。小説とかいろいろ書いてる時にそっと座ってね、でセイジ君本読む、雫の前で、うん、でその時セイジ君読んでいた本のタイトルが霧の向こうの不思議な街という、タイトルの本で、実はですね、それは千と千尋の神隠しの原案になった本だったり、あと雫がお父さんにお弁当を届けるシーンで、向原駅から電車に乗ったところの窓の外にはね、ジブリ映画の海が聞こえるの主人公のリカ子とタクがいたり、あとね、雫は途中でコアラのマーチのパクリ商品って言っていいのか分かんないんだけども、ラッコのマーチっていうお菓子を食べてるシーンとかね、あと牢獄でバイオリンを作ってる少年の絵ありますよね、本で。雫が本開いたらこのバイオリン、牢獄でバイオリン作ってる絵が、挿絵があるんですけども、あの絵はですね、なんと宮崎駿監督の次男のね、宮崎圭介さんが描いた版画が使われている本なんですよ、うん、っていうシーンも、あとね、ラストの朝日が昇るシーンあるじゃないですか、あれって読売ランドから見える景色を参考にしているんですよ。あと主題歌のカントリーロードは鈴木敏夫さんの娘さんが作詞しているんですよね、はい。あと平成たぬき合戦ポンポコのエンディングのラストシーン と、耳をすませのオープニングのシーン、あ、実はつながってるんですよ。原作では出てきない、もうこのように、ね、原作では出てこない部分がたくさん出てくるんです。すごいいろいろ違いあるんです。でそのことについて、原作者は一体どう思っていたのかっていうのをちょっと、語っていきたいと思います。途中豆知識的なことになっちゃったけど、まあ、実際要するに、原作者はそのいろんなものを含めて、ジブリアニメの絵コンテ見てどう思ってたのかっていうのをちょっと語っていきたいと思います。でそれはですね、その近藤監督との対談で明かされているんですけども、柊木さんは宮崎さんの絵コンテを読まれてどう思われましたかっていう近藤監督の問いに、作者の人が、そうですね、まず私が書いた原作というのがそもそも自分の書きたいことを書ききれないうちに終わってしまった作品だったので、自分の中で未消化になっていたんです。ですから宮崎さんの絵コンテを読ませていただいた時、私の中で未消化で終わっていた部分、私が原作で書きたかったと思っていたことがほとんど全て入っていて、やっとこの作品がきちんとした形で結末を迎えることができたという気がしてとても嬉しかったです。それから人間が独り立ちするときに当然ぶつかる進路選択をめぐって生じてくるいろいろな問題を、人が生きる道として職人という道もあるんだということを示してくださったことで、宮崎さんらしくて思わず一人で喜んでしまいました。ただもっと全体が宮崎さんの世界に染まってしまうんじゃないかと思っていましたので、割と原作通りの部分が多かったのには驚きましたと言っていました。まあ、これね、いろいろ諸説あるんですけども、近藤さんが原作の部分をちょっと残しておいてほしいみたいなことも言って、あったりなかったりとか、うん、いろいろあるんですけども、はい。まあ、要するに、すごい大満足してますね、かなりね。僕も自分の書いた作品がね、ジブリ映画になったら、まあ、それは死ぬほど嬉しいですよ。うん。っていう感じで、終わりますね。で、ちなみにね、この、僕、耳をすぶのパンフレット、実写映画のパンフレット買ったんですよ。で、パンフレット買った感想についてもね、僕のチャンネルで語ってるんで、まあ、ぜひそれも見てほしいんですけども、その中でね、柊木葵先生のね、ページもあるんですよ、ちゃんとコメントが。そこちょっと感動したんですけども、でこうやってね、ジブリアニメについてはすっごい喜んでいた柊木葵先生ですが、実写映画についてはどう思っていたのかっていうのをね、書かれてるんでね、まあ、ぜひ知りたい人は読んでほしいんですけども、やっぱ若干ね、口も挟んでいたそうですね。うん。全くのオリジナルではないそうです。で、その一文をちょっと読めさせていきます。まあ、抜粋。
引用です。はい、そうですね、作者のコメントで一を読みますと、耳を澄ませを作ったのは世の中のもっと大事なことに目を向けてほしいと考えて描いた作品ですと言ってました。うん、結構僕読んだんですけどね、結構当たり障りのないことを書かれてたんですよね。実際ジブリの時のテンションと実写映画のテンションってどうだったんですかね。ちょっといろいろ書かれてる、1ページだけですけども書かれてるんで、知りたい人はぜひ読んでください。まあっていう感じで終わりたいと思います。はい、以上が、耳を澄ませばの誕生秘話とあれこれでした。はい、ご清聴ありがとうございました。いつもこんなクソ長い時間ね聞いてくれてありがとうございます。はい、これからもちょっとね、いろいろ頑張っていきたいと思います。いろいろ最近喉やられてアップしたくてもアップできなかったんで、まあまた今もちょっと完全ではないんですけども、ちょっとずつ、復活させていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではいつも見てくれてありがとうございます。ではまた。